こんにちは。いつもご覧いただき、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。どうしました？まあたまには言おうかなと。たまには、ね。まあたまには。気持ちを込めて。気持ちを込めて。そうですね。あのやっぱこうバットボタンを押されるとさ心折れてくるから、ね、心折れてくる、ね、折れてくる、ね、そうですよ ね、はい、でも巷では最近豊さんのこと、はい、まあ、YouTuber、はい、高木豊さんそうでイコールでベストナインおじさんみたいな感じでね言われてるんですよ。あ、ベストナインおじさんがいるみたいなね。私がベストナインおじさんですみたいな変なおじさんみたいな、ね、変なベストナインおじさんみたいなお前までバカに し始めてる。そんなことないですよ。でもファンの方ってやっぱり選手のベストナインって知りたいんですよ。そうだな。そうなんですよ。だから今もうベストナインじゃない、はい、やってんのが、はい、今回はん、ね、うん、餃子のこともありまたなさいな、はい、すいませんでした、失礼いたしました。ちょっとこう今回はこうしてみたいと思います、はい、名手の、あ、名手のね、はい、もうバッティング関係ない、守備のみ、守備のみのベストナインを、はい、あ、いいですね。歴代俺が見た中で、はい、だからまあ例えば吉田芳雄さんっていうのは、はい、うまいって伝説的な人だって言ってるけど俺は見てない、はい、広岡さんとこ曲がったって見てない、うん、はい、だそういう人はちょっと外される外してそれは対戦したことがあって対戦とか見たりとか、テレビで見てた、まあ、解説者で見てたとか、はい、うんうん、ね、そういう名手だけを集めてみたいと思います。いいですね、やりましょう。おじさんとしてはね、私がベストナインおじさんですベストナインおじさん、ベストナイン名手おじさん、ね、名手、はい、そう、歌わなくていいんだよ、語呂合ってないからね。あ、そうですよね、はいはい、じゃあまずピッチャーからいきましょう、はい、ピッチャーね、うん、あー、いろいろいたね、やっぱり、いますよ、あの、うまいピッチャー、まあ、例えば斉藤正樹、あー、ジャイアンツのね、はい、斉藤正樹っていうのはやっぱこうピッチャーでダメだったら、はい、バッティングも良かったから、はい、ショートにしちゃおうかっていう計画もあったぐらいのフィールディングのうまさ、はい、西本さん、はい、牽制が早かった。あ、そうなんですか。めちゃくちゃ早かった、走り抜くかった。でやっぱフィールディングもうまかった、はい、桑田真澄、はい、これはもう抜群にうまかった。うまい、さば、そのさばきが違う。で終わってショートでもやらせたら普通のショートよりもうまいぐらい。あ、そうなんですか。うまい、うまい、すごいです。でも全部ジャイアンツ。そうなんだよな、うん、で松坂大輔、あ、はい、こううまかった。で西崎幸雄、はい、こうもうトレンディエースって言われた。そうそうそう、かっこよかったですね。まあいろいろいるよ、はい、いろいろいる中で、うん、やっぱうまいと思ったのが、うん、桑田さん、桑田真澄。もうちょっとうまいとこ全部上げてみてください。桑田さんのどこが。まず牽制もうまいでしょ。牽制、はい、うん、でもいい加減なところもあるんだよね、牽制に関しては、うん、まあいい、めんどくせえなっていうキャッチャーからのサインでねあ、投げなきゃいけないのかみたいな、うん、まず、あ、もうフィールディング、はい、だってさ、パンとしたバントしたファールグラウンドのフライをダイビングで取ったからね、うん、いやそこで肘痛めたんだけどさ、うん、まあそういうこともあるぐらい守備範囲も広かったし、はい、あのやっぱりこう野手顔負けだよね、フィールディングっていうのは。それもともと持って生まれたその才能なんですか。いや、才能だろうね。だから他にもたくさんいるとは思うけど、はい、俺が見た中では桑田さんがピッチャー、うん、キャッチャーはね、うん、まあ、古田さん、まあ、谷繁さん、はい、城島選手、はい、伊藤勤、あ、西武の伊藤さん、うん、で今だったら甲斐、あ、はい、甲斐選手。で何と言っても忘れちゃいけないのが、うん、里崎智也なんで笑うんですか。いや、そうですよ、佐藤元気か。なんで。いや佐藤も下手じゃないよ、はい、下手じゃないけど、こう厳選していくと、うん、じゃあ古田に勝てたか、うん、谷繁に勝てたかっていうと、うん、まだちょっと違うよね、動きが。うん、これは佐藤も納得すると思うんだけど、佐々木もね、
きっとこれを里崎さん見て多分里崎チャンネルの方できっとアンサーしてくれますよね、うんうん、そう絶対擦られるよ、ね、そうそうまたね、うん、またバット、まあいいね、バットおじさんになるかも。で中でもじゃあ一人、いや中でもやっぱ伊藤と城島っていうのは動きに関して、うん、わ少しやっぱ古田谷繁よりも劣るかなっていう感じがするんだよね、うん、じゃあ古田と谷繁じゃあどっちなんだと、うん、横浜時代だったらもう完全に古田なんだよ、谷繁じゃない、はい、だからなぜかというと抑えの佐々木が出てくると、はい、谷繁が変えられてた時代があったんだよ、秋元っていうキャッチャーに。それ相性の問題、相性じゃない、やっぱフォークが止められないって言って谷繁さんだと、あそっからあいつが悔しがってさ、はい、やり始めたんだよ、やっぱもう最後まで出たいということで、はい、で上手くなり、はい、で FA で中日行ったでしょ、行きました。で横浜スタジアムと中日の違いって何か分かる、はい、球場ですか、うん、まあドームだったりとか球場の広さが違うんだよ、バックネットまでの、あのドームの方が長い、うん、長い広い、はい、ファールグラウンドが、そのために弾いたら2つのベースを やるっていうことが考えられて、はい、だから中日行ってからなお上手くなったよね、谷繁が。へえ。絶対後ろにやらないっていう姿勢を取ってたよ。谷繁さんって負けず嫌いプラス練習もすごいされる方なんですよ。だから横浜スタジアムって割と近いから、はい、ね、もうワンベースぐらいで済むんだよ。すぐ取りに行けるし。うん、でも名古屋だと 広くて弾き方悪かったら、本当2つの塁やらなきゃいけないから、はい、あれか、中日ってからさらに上手くなったね。どんな練習してたの、止める練習ってどんなのやってたんですかね、うん、気になりますね、谷繁さん。そう、うん、今度呼ぼうかね。あ、聞きたいですそのね、止める練習ってどうやって止めてたんですかって。お前の止めるってなんかこう不格好なんだよ、お前じゃあどうやってですか、止めるってこうでしょ。いや、まあそうだけど、こんななんて、まあ椅子の上でやったってお前しょうがないからさじゃあ今度、じゃあ谷繁さんでかがんで練習しましょう、うん、はい、でキャッチャーはじゃあ、うん、だから古田は神宮だったでしょ、はい、でも名古屋ドームに行ってからの谷繁を 見ると、うん、やっぱ谷繁かなって思うよね。谷繁さん守備だけ、うん、もうね、盗塁を刺す力、そういうのももう全て双璧、まあ、バッティングは古田の方がちょっと上だったかな、うん、だけど止めるとか、はい、そういう守備に関してはやっぱ谷繁かなと思う。うん、じゃあもうそこは谷繁さんで、うん、キャッチャーは、はい、はい、続いてファースト、うん、まあ歴代から言うと王さんもうまかったと思うし、でもあんまり見てないんだよね、記憶がない、うんうん、だから松原さんとかも太陽のね、はい、松原さんというのもうまかったって言うんだよ。うーん、で、まあ、パ・リーグで言えば、まあ、山本浩二さんとかさ、はい、ね、ジャイアンツから行った、はい、で福浦とかもうまかったんだよ、もう柔らかいんだよ、はい、ね、うん、だけど俺はな、やっぱりナンバーワンは駒田だと思う。あ、これジャイアンツからまあまあね、ベイにも行きましたけども、駒田さんやっぱ守備うまかったよ。あ、そうなんですね、うん、スローイングも正確だったし、はい、でも山本浩二さんもうまかったけどね、うん、でもやっぱ俺は駒田だと思うよ。さらにどのあたりが、いや、キャッチングとかさ、やっぱファーストってでかさも要求されるじゃない、はい、でもでかい人って鈍いんだけどさ、はい、やっぱ駒田っていうのは結構ハンドリングも良かったし、うんうん、うまかった印象は俺はあるんだよ。じゃ、例えばショートとかの選手がちょっとこう低めの送球来たとしても必ずこう取ったりとか、うん、そういうイメージがある。うーん、でも福浦もやっぱうまかったし、はい、山本浩二さんっていうのもうまかったんだ。共通して言えるのが全員左、はい、右じゃないんですね。右じゃないね、まあ、清原も下手じゃなかったんだけど、はい、やっぱこの3人に比べるとちょっと落ちるかなって、うん、動きの面でね、はい、うん、だから俺は駒田だな。駒田さん、うん、守備に関して、はい、うん、じゃあ続いてセカンド行きましょうか、はい、いやもういいんですよそこは本当に。いやいや、いっぱいいるよセカンドって、はい、そら篠塚さんもいりゃさ、はい、ね、大石大二郎っていうのもいた。大石大二郎さん、はい、で辻初彦もいる、はい、辻さん、ね、うん、まあ、例えば、まあ、
俺も仲間に入れてくれるんだったら入れてもらいたいけど、で正田光三とかもいたし、正田さん、はい、でもその中でやっぱり一番うまかったのは俺は辻だと思う。あ、辻さん、うんうん、篠塚さんの柔らかさっていうのは人に真似できないぐらいの柔らかさがあったんだよ、はい、ボールをこう包み込むみたいな、うん、だけど守備範囲だとか肩の強さ、うん、そういうことを考えるとやっぱ辻かなと思うよね。今西武の監督も監督やってますけれどもね、うん、あ、うまかったと思う。しかもあの黄金時代の西武期のセカンドですからね、うんうん、まあ、心臓部だからね、はい、うまかった。ゆたかさん、いや、じゃあ俺は、ね、辻さんより下だった理由は何ですか、うん、ゆたかさんは。なんでですか、ゆたかさんじゃないんですか。俺はね、自分自身でね、うまいって思ったことがない。え、マジで本当ですか。うん、いつも飛んでくるな、だからそれいや、本当に飛んでくるな、めんどくさいじゃないよ。ダメ、違うね、飛んでこないでくれみたいな。もしポロッとしちゃったらどうしようとか、そう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 。あ、そうだったんですか。うん、で俺自分自身をうまいと思ったことはない。いやでも、ただ堅実にはやろうと思ってたよ。はい、うん、でもいろんな選手の聞くとやっぱり豊さんの名前って上がるじゃないですか。まあ記録を持ってるからね、日本記録、うん、まあだけど、まあ記録だけじゃないよ、うん、やっぱりね、辻はうまかったと思うね、取ってからの速さとかね、うん、改めてもう一回見たいですね、辻さんの。そうだな、うん、プレーとか見たいな。ちょっと続いていきましょう。サードいきますか、はい、サードね、はい、サードいっぱいいるぞどれもいっぱいいるんだよ。やっぱ長嶋さんっていうのもさ、見せるサードだったし、はい、それに続いて掛布さんとか、はい、ね、で、まあ、石井拓郎、進藤っていうのもうまかったんだよ、うん、進藤さん、うん、でパリーグに目を移せば中村典だとか、はい、松永博美とか、うん、阪急のね、はい、だもうそうそうたるメンバーがいる。まあ、その中で、はい、うん、石井拓郎って言いたいんだけど、はい、松永がうまかった。FA で阪神に行ったけど、はい、松永がうまかったような気がする。俺 どういうところが石井の、あの頃の阪急って半端ない練習量だったんだよ、はい、上田さんが鍛えて、はい、でやっぱりね、球際が強かったよ。中村典っていうのはすごく綺麗なんだよ、うん、守備が、うん、で格好もいいので、松永っていうのは球際にものすごい強かった。だから俺は松永がうまかったなっていう印象がある。あ、そうなんですね、うん、まあ、あの俺よりちょっと下だけど、はい、で一緒にオープン戦とかも戦ったりだとか、はい、いろいろこう話もしたりとかしたけど、はい、すごく考え方もシンプルで、うん、だからすごく、なんていうの、素直に野球をやるというか、ボールを取りに行くというか、はい、まあ、そういう体も強かったしね。うん、まあ、ちょっとでもね、石井拓郎のあのフットワークのとスピードっていうのは捨てがたいけど、はい、石井拓郎ショートに行っちゃったじゃん、はい、だからサードの年数が少なすぎるということで、はい、松永かな、うん、じゃあ二塁じゃないやつ、ね、ショートショートいっぱいいるんだよ次のポジション、まあ、まあそうですよね。山下大輔さんだとか、あ、そうですね、まあ、吉彦さんもエラーの数は多かったけど、はい、ダイナミックな守備はしてたし、うん、宇野勝る、あ、宇野さんもうポカ多いけど天才的な守備するよどうしても宇野さんってチンプレーの、ね、出されがちなんですけど、でも、ね、ああいうプレーだけど、はい、守備はうまかったんだよ。そんな目立ちすぎるもんポカがだけどその裏には、うん、裏というかまあ表の方で、いや、もうこれはさばけないっていうのをさばけるのが宇野だったんだ。へえ、うん、とかパ・リーグはもう石毛さんだとか、石毛さん、はい、松井和夫だとか、うん、まあ古、まあ、俺と同級生の弓岡とか阪急のね、はい、とかその前 大橋さんとか、うん、上手い人っていうのはたくさんやっぱりショートはいるよ。やっぱショートってすごいうまいっていうイメージありますよね。いや、うまい。今で言えば源田とか、はい、今宮とか、はい、もううまい。あ、京田とか、うん、坂本とか、ね、いるんだよ。いっぱいいますよね。いっぱいいる中で、やっぱり俺は宮本慎也だなと思う。
ゲストにも来てくださった、うん、まあゲストに来たからじゃなくて、うん、やっぱうまいよね総合的に、うん、で山下さんというのは本当取り方って柔らかかったんだけど、うん、守備範囲がちょっと狭かった、深夜よりは狭い、うん、で松井和夫は宮本慎也よりも守備範囲はちょっと広いかもわからないけども正確性は宮本にまあ劣るという、うん、で総合するとやっぱ宮本慎也かなと思う。まあ、ゲストに来てくださった時もそのショートでどういう風に守ってますかでちょっとぼやっとしてね、うん、ピッチャーとキャッチャーを見ながらスタートの切り方なスタートの切り方とか、うん、ああそうなんだとか、うん、あのシャドウ、守備練習のシャドウ、ね、シャドウとかもう自分のイメージの中でボールを取って投げるとかね、はい、おっしゃってたじゃないですか、うん、だから宮本だな。これが源田が抜いていったりだとか、はい、京田が抜いていったりだとか、うん、するかもわからないよ、はい、なんだお前取ってつけたように言うなよみたいないやいやいやそんなことないですそん改めて見たわ改めて見ました、ね、だからでもやっぱ現時点では、はい、やっぱ宮本だな宮本慎也さん、うん、はい、うまい、わかりました。じゃあ外野手いきましょう。これはねめちゃくちゃいるでね佐藤が言ってたけど、はい、外野手なんで3人だけで縛るんだみたいな。あ、もっと全員センターじゃねえかとか。あ確かに言われてみればそうだなみたいな。はい。ね、うん、でなんでレフトはレフト、センターはセンター、ライトはライトはライトで決めねえんだみたいな、うん、そうやれみたいな。だから内野は内野の一括りでいいじゃねえかって。あ、なっちゃうからね。ああ、そっか、まあ、確かに一理あるなと思いながら、うん、まあ、それでも、うん、いろいろやってるからさ外野手って。そうですよね、まあ、今回は外野手3人のくくりでいく。わかりました。1人目、これね、イチローが入ったら必ずイチローなんだよ、1人は。まあそうですよね。これさ、うん、東京ドームがまだ新しい時に屋根が白多かったんだよ、はい、今ちょっと汚れて黒多くなってるけど、だから白い時ってデーゲームやるとボールが見えなくなる時ある。あ、一瞬一瞬、はい。で彼センター守ってて、はい、高橋っていうデカって言われた選手がいて、はい、オリックスの時にね。でレフトがこうやって見えないって言ってたんだよ、うん、そしたらセンターからイチローがピョーッと走ってきて取ったからねみたいな。どう見えてた、そう、光の方向で見えてたんですかね。いや自分は見えてたんだろ。それで角度で見えるんだ。でもう見えてない見えてないっていう選手が合図してたからわーっと来て、わー誰か来たと思ったらピョンと取っていったよかっこいいな、やっぱすごい。一郎一人でいいんじゃねえかと思った。いや外野、外野ほんとそうですよね、それだから一郎が入ると、うん、もう狭きもんであと2個もしかないんだよ、2つしか。だもう一郎選手は別格、もう殿堂みたいな形にしましょう。そうだ、うん、はい、殿堂、はい、じゃあ一人目いくよ。はい、秋山浩二。ああ、秋山さんね、うん、ソフトバンクの監督までやった、はい、ね、秋山浩二だよ、はい、ね、今の西武ライオンズの秋山じゃないよ、うん、はい、その前の秋山だよ。もちろんあのホームイン、ホームイン、これ言っとかないとさ、編集の時にさ、うん、あ、新しい方が出てくる可能性があるんだあるからね、うん、そうだからソフトバンクまで監督をやった秋山浩二、うん、そうバク転してそうホームベース踏んだ秋山浩二選手、はい、これはね身体能力半端ない。足の速さも速い、はい、肩も強い、全部揃ってますね、うん、だから過去歴代のベストナインに秋山の名前が一回もない、はい、珍しいでしょ。そうですね、うん、すごすぎて皆さんちょっと忘れてるのかな、うん、だから俺は一枠はやっぱ秋山浩二かなと思う。うん、私もそう思います、秋山さんでしょ、はい、あのアクロバティックでしたもん、うん、いや古田がさセンターオーバーオールスターで打ったの、はい、それをうわーっと走ってって、うん、配送して、うん、もうフェンスにもうギリギリのとこでジャンプして、はい、足でバーンと自分の体を守ってボールを処理したからね、まあヒットにはなったけど、だ怪我しないようにってことが、いやー、わ、すごいなと思ったよ。いや、すごい身体能力ですね、秋山さんは。そう、はい、で2人目、はい、いっぱいいるんだよな、平野健さんとかさ。平野健さん中日から西武行った、はい、
なんかね、やっぱ取ってからの速さとか肩の強さとか、はい、そういうことも含めたら、はい、いやすごいんだよね、うん、でもいっぱいいるんだよ、その阪急で山森、山森さん、うん、フェンスによじ登ってホームランをキャッチした、これあのなんていうのメジャーの、はい、なんか博物館かなんかに写真が飾られてるとか、はい、あ、そうなんですね、そう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 、ただレギュラーではなかったんだよね、うん、だからその守備だけで選ぶっていうのはちょっと難しいかなと思うけどね、うんうん、まあ、屋敷も、屋敷はさ、はい、ああ抜けたと思うでしょ、うん、あれを取るんだよ、取るのみたいな、ダーッと下がって、うん、ただスローイングはコントロールが悪かったんだよね、まあ、一緒にやってるだけに分かるじゃない、はい、もうね取らしたら、うん、あいつのキャッチング力って半端なくすごかった、うん、感性的なものですかね、もう動物の勘というか、あいつは動物でだもんいや本当に、いやそんな感じが、いや、動物ってさ、いやここ越えねえだろっていうのを越えていくじゃない、そうです、ぴょん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 、いやこれ取れねえだろっていうのを取っていくから、いやいやすごいんですね、すごい、ただポカもあるんだよね、あ、うん、まあポカは誰にもあるけどさ、まあ、誰でもありますけど、でも屋敷かなと思うと、うん、尾形が出てくるんだよ、あ、前広島の監督、はい、尾形浩一、はい、こ谷繁が言ってたけど、はい、尾形はさせる気がしなかった、盗塁やっぱりそのぐらい足が速いんだよ、あ、うん、で肩も強いしさ、キャッチングもうまいしさ、はい、だから俺尾形かなと思うんだよね、いいですかファイナルアンサー、もう尾形さんでいいですか、屋敷さんじゃなくて、あと一枠あるもんな、 あ、 あります、あります、うん、いいな、尾形さんで、尾形でいいや、わかりました、じゃあ外野の2人目は尾形さん、さあ外野ラスト一枠になりましたよ、そうだな、うん、俺福本さんもちょっとやってんだけど、はい、福本さんって守備範囲がやっぱり足が速いだけでものすごい広かったんだよ、うん、でキャッチングもうまいしさ、はい、ただやっぱり肩がちょっと弱かったんだよね、うんうん、やっぱ外野ってそうですね、肩、肩もやっぱ含まれてるでしょ、うんうん、だからもう一人な、うん、秋山浩二、尾形浩一、うん、屋敷かな、やっぱあそこは、いや肩は強いんだよ、はい、ただコントロールがちょっと悪いだけで、やっぱ守備はやっぱ屋敷がやっぱ範囲的にもすごかったな、そうなんですか、今まで一番じゃない、守備範囲という意味では、ただねあいつね性格が乗ってる時と乗ってない時あるんだよ、何ですかそれ、これ取れるだろうっていうのを落としたりとかさ、落としたりとか垂れちゃって落としたりとかさちょっとあ、はい、もうこれ抜けたっていうのを取ったりとかさ、ちょっとムラはあったけど、屋敷は曲がったな、やっぱそういう意味では、そのスーパーキャッチも何回もキャッチングも曲がったしな、うん、じゃあ本当ピッチャーは屋敷さんに助けられた部分ってやっぱり大きいですよね、チーム的にももうフラフラになってたけどね、すぐ帰ってきたら打たれすぎでしょみたいなピッチャーそうそう、おいおいとおいおいみたいな、あ、まあそんな感じかな、なるほど、うん、そうだな、じゃあ監督はいらないですか、うん、なんだ監督、名監督、名監督は野村さんでしょ、あ、もうそこは野村さんで、あ、それは野村さんだと思うよ、うんうん、やっぱ強いチームを、あ、弱いチームを強くするという、うん、そういうところはやっぱ野村さんが長けてるという、はい、で再生工場だとか言って、そうで野村再生、もうね火が消えかかってる選手をもう一度再生をしてやって、はい、うん、だから野村さんに感謝してる選手っていうのはたくさんいるんじゃないの、そうです、うん、今使い捨てみたいなのが多いけどさ、あ、選手を、うん、でも選手をやっぱこうもうなんか絞れるだけ絞るというかさ、うんうん、だからベテランも大切にするというかね、うん、まあ、そういう意味では野村さんかなと思うね、野村さん、はい、いや、ベストナインおじさんありがとうございました、はい、どうもどうも。